あやかおめでとう。また彼氏ができたんだって？ミカはどうして知ってるの？あんたには知られないように隠してたのに。そろそろ諦めなよ。どれだけ隠しても長年の幼馴染にはバレちゃうもんなの。そんでもってごめんね。実はもう奪っちゃってたりして。は？もう奪ったってどういうこと？だからあんたの彼氏はもう私のものになったってことよ。嘘でしょ？太郎くんは私のことを裏切るような人じゃないのに、ミカのことも全部話して俺を信じてって言ってくれてたのに。ごめんね。残念ながら嘘じゃないの。昨日一緒に映画見て、その後ホテルに。むしろ太郎くんの方が積極的だったから。もういい加減にしてよ。なんなのよ、毎回毎回私から彼氏を奪って。今度こそは太郎くんなら大丈夫だと思って付き合ったのに。あんたって本当にバカね。ああいう恋愛偏差値ゼロの地味男子の方が意外とちょろいんだって。ちょっと押しただけで簡単だったわよ。どうしてこんなことするの？もうこれも何回目よ。数えてないけど、7人目くらい？あんたに彼氏ができてからずっと奪ってやってるもんね。でもその中でも今回は特別簡単だったかも。本当になんでこんなことするの？私何度もやめてって言ってるじゃん。いや、私もそろそろやめてあげたい気持ちはあるんだよ。でもこれはもう完全に私の趣味みたいなものだからさ。趣味って人の気持ちをもてあそんで楽しいの？楽しいっていうかスリルがあるっていうか。それにあんたが選ぶ男って本当面白いんだよね。地味系男子、年下ワンコ系彼氏、先輩系彼氏、バンドマン彼氏、おかげで毎回楽しんで略奪してるわ。本当に最低ね。幼馴染を傷つけておいてそれが楽しいって。悔しいなら浮気しない男と付き合いなさいよ。あんたがすぐ浮気に走るような男と付き合う方が悪いんだから。はあ？私が悪いって言うわけ？いっそもう彼氏作るの諦めたら？あやかって恋愛向いてないみたいだし。まあでも一生独身ってのも寂しいし嫌だよね。じゃあ頑張って。次こそ私に奪われないような男を探してね。あんたが奪わなきゃいいだけでしょ。次やったらもう絶対に許さないからね。おじさんおばさんにもチクってやるからね。そんな勇気もないくせに。まああんたに次の彼氏ができるのを楽しみに待ってるわ。ミカ、聞いたわよ。あんた婚約したって本当なの？なら、もうバレちゃった？もしかしておばさんから聞いちゃった？そうよ、今日母親から LINE があって、幼馴染のミカちゃんが婚約したって。あんたはまだそういう人いないのかって連絡が来たわよ。やっぱ、おばさんたら残酷すぎる。あやこは結婚したくても略奪されまくりでできないだけなのにね。ふざけんじゃないわよ。このタイミングで婚約したってことは、もうずいぶん前から相手の人と付き合ってたってことだよね。そうね、もう6年付き合ってるかな。なんでそんな人がいながら私の彼氏に手を出すのよ。私てっきりあんたの八つ当たりだと思ってたのに。もしかしたら彼氏ができれば私に嫉妬してるのかと思ってたのに。それだったらまだ良かったのに。あんたに嫉妬なんてするわけないでしょ。あんたの彼氏の略奪は 100% ただの嫌がらせだっつーの。それはそれでムカつくわね。いやー、なんかタイミングが悪いんだよね。私が彼と仲悪い時に限ってあんたが彼氏作って幸せそうにしてて、それがムカついてついやっちゃうの。ただの八つ当たりじゃない。無関係の私を巻き込むなんてこんなのひどいよ。まあまあ、そう怒らないでよ。そんなの無理に決まってるでしょ。どう考えても理不尽すぎる。人の気持ちも考えてよ。そもそも婚約者がいるのになんで他の男に手を出すのよ。だから略奪してる時は彼と大喧嘩してる時なんだって。そんな時は連絡も全然取らないし、ほぼフリーみたいなものでしょ。だからその間にどんな男と過ごそうが私の勝手だし、セーフだよね。その独特なセーフ基準、彼氏さんは知ってるの？はぁ？バカ正直に言うわけないじゃん。あやかって本当にアホだよね。もういい。あんたに怒るのも疲れてきたよ。全然罪悪感もなさそうだし、そもそも悪いと思ってなさそうだし。まあねー。奪われる女、ちょろい男が悪いのよ。とりあえず婚約おめでとう。いろいろと複雑だけど、これで今後は略奪されることもなさそうだし安心だよ。まあそれはわからないけどね。え？結
婚したらさすがに他の男にちょっかい出せないでしょ。でも婚約しても結婚しても彼と大喧嘩することはあるだろうし、その時どうしちゃうかはわからないし、まああんたがタイミングよく彼氏作らないようにしておいたよ。最低、本当に最低だよミカ。なんてね、冗談よ冗談。そんな真に受けないだよ。あんたって本当に真面目だよね。冗談にしては度が過ぎてるのよ。結局私はあんたに振り回されまくって、あんただけ幸せになって本当に不快だわ。はいはい、そうじゃそのうち結婚式の招待状も届くと思うから楽しみに待っててね。あやか、聞いたわよ。まさかもう新しい彼氏を作るとはね。あんたもなかなかやるじゃない。早速バレたか。まあもう、ミカも婚約したし隠すつもりはなかったけど、噂じゃ年上イケメンなんだったね。顔もかっこいいけど、優しくて思いやりがあって本当に素敵な人だよ。本当に私にもったいないぐらい。ずいぶんとのろけてくれるじゃない。やっぱりミカは婚約してるっていう安心感があるからかな。もう奪われないと思うと気分も晴れやかっていうか。でも付き合いたてだし、ただ浮かれてるだけかもしれないけどね。噂じゃもう婚約してるって話も聞いたけど本当なの？さすがに付き合ってこの短期間で婚約はありえないよね。実は本当なの。え、そうなの？彼に結婚前提で付き合ってほしいって言われてね。だからほぼ婚約って感じなの。まさかもうあんたは婚約者をゲットするなんて。しかもかなりのイケメンだし。あれ？誰かから彼の写真とか見せてもらったの？見せてもらったっていうか、直接見たっていうか。実は今あんたの婚約者と一緒にいるんだよね。え、今のってどういう意味？だからあなたの大切なのろけ全開の婚約者よ。確か名前はアキラだっけ。彼今私のベッドで寝てるわよ。ちょっと待ってよ、そんなの嘘だよね。あれ、証拠写真が欲しい。でも今二人とも服も着てないし、後で送るわね。はぁ、ミカ、あんた本当に私の彼に手を出したの？自分だって婚約してるのに、なんでまたこんな最低なことするのよ。あら、怒っちゃった。ごめんね。ちょうどまた彼氏と大喧嘩してる時にあんたが彼氏できたって聞いてさ、もういても立ってもいられなくてすぐに略奪してやったの。またそんな理不尽な理由で？おかげでいろいろ発散できてすっきりしたわ。でも彼ったら結構しつこくてね。何度も私の連絡先を聞いてくるの。これもしかして私のこと本気で好きになっちゃったかな。そうかもね。そんなの困る。私には愛しいゆうたさんがいるし、今回は一度の遊びで終わらせようと思ったのに、結局こんなことになってごめんね。悪いと思ってない謝罪なんていらないよ。前にミカが言ってた通り、奪われる私が悪いんだもんね。まあ、急に物分かり良くなって超助かる。この度は婚約おめでとう。でももう奪っちゃったから。私も略奪してみたよ。え？略奪って何言ってるの？こんな時につまんない冗談はやめてよね。冗談じゃないよ。ごめんねミカ、実は今ミカの婚約者のユウトさんと一緒にいるの。はぁ？なんで二人が一緒に？あ、誤解はしないでね。お互いにちゃんと服は着てるから。そんなのいいから早くどういうことか説明しなさいよ。なんで二人が一緒にいるのよ。紹介したこともないのに。それに略奪してみたって。驚いた？実は前からユウトさんから結婚式の相談を受けてたの。ミカの幼馴染である私からアドバイスが欲しいって。はぁ？ユウトさんからいろいろと聞いたよ。ミカったらかなりわがままを言ってユウトさんを困らせてるんだって。いろんな演出やドレスにこだわって平気で予算オーバーさせるし、それを注意すると、一生に一度の結婚式だから贅沢していいでしょってブチギレ。ユウトさん結構本気であんたのわがままに疲れてるみたいよ。そんな。でも彼なりに必死に考えて私を頼ってきたの。できる限りミカの希望を叶えたいけど限界がある。何か上手になだめるコツやアドバイスとかくれないかってね。そういえばユウトさんが、ここの会社のドレスなら予算内だからって別のドレス会社を探してきてくれたの。その会社の取り扱ってるドレスがどれも私好みでびっくりしたの。もしかしてそれって。私が彼と一緒に調べてあげたのよ。
長年の幼馴染としてミカの好みとかは大体わかるし、そんな、そういう感じで何度も相談されてたんだよね。そして今日もその相談にまた乗る予定だったの。だから今一緒にいてあんたとのやりとりも全部見られてるからね。全部？じゃあ私が今あんたの婚約者といることも、うん、全部見られてるよ。そろそろ服は着てくれたかな。いやでね、ついさっきゆうとさんから言われたんだ。ミカの浮気やあやかちゃんへのひどい態度を見てがっかりした。俺婚約をやめて彼女と別れようと思う。そしたら俺と付き合ってくれないかって。嘘、絶対嘘でしょ。ゆうとさんがそんなこと言うわけないもん。ゆうとさんが私を裏切るなんて。私もこんなことになると思わなかったからびっくりだよ。わがままばかりのミカと違って優しく話を聞いてくれる私に惹かれていたんだって。そんな、もちろん私にその気はないけど、でも相手の心を奪ってしまったんだもの。そのせいでミカと別れるとまで言ってくるぐらいだし、略奪と言われてもしょうがないよね。ふざけんじゃないわよ。あんたよくも人の男にちょっかい出しやがったわね。え、それあんたが言うの？ね、ミカ、人の気持ちをもてあそぶのは趣味だっけ？不可抗力とはいえ、自分の好きな人が奪われるのってどういう気持ち？自分の趣味の裏で傷ついた人の気持ち、少しは理解できたかな？それは、それと私にブチギレるのもやめてよね。奪われる方が悪いんでしょ？自分がそう言ってたよね。うるさい！ゆうとさん私の婚約者よ！人の婚約者とこっそり裏で LINE してる時点でありえないから！しかも今日なんて直接二人きりで会うなんて最低だよ！でも今ミカはフリーじゃなかったの？は？だって私の彼氏に手を出すときは大喧嘩してるときなんでしょ？ねえ、その時はフリーみたいなものってミカが言ってたよね。それは今回も結婚式のことで大喧嘩になったから八つ当たりで略奪してきた。そしてユウトさんは大喧嘩になったから私に助けを求めてきた。そんな時はフリー理論を主張するならユウトさんにも当てはまるよね。フリーな彼が誰と会おうが彼の自由じゃない？うるさい！ごちゃごちゃ言ってんじゃないわよ！あんたが色目使ったから、ゆうとさんはあんたに惚れたのよ！幼馴染の婚約者に色目使うなんて最低！マジありえない！彼女は何も悪くない。俺が勝手に好きになってしまっただけ。これ以上あやかちゃんを責めるのは俺が許さないぞ。ゆうとさん！ミカ、もういい加減にしろ。俺はもうお前のわがままには本当にうんざりしてるんだ。そんな時に優しく助けてくれた彩香ちゃんが女神に見えて、俺は勝手に好きになっただけだ。嘘でしょ。結構ガチであの子のことが好きなの？まあ、とんでもわがまま女の数百倍は好きだね。はあ、私のどこがとんでもわがまま女なのよ。もう全部だよ。結婚式の準備だって全部自分勝手じゃないか。やっぱり高級ホテルじゃなきゃ嫌だの。ドレスは海外ブランドで100万以上のやつだの。だって一生に一度の結婚式だし。それを言うなら自分で金を出せって言ったよな。俺もある程度は頑張るけど全部は無理だ。なのにお前はわがままばかりで金は出そうとしないし。だって貯金がないんだから仕方ないでしょ。はいはい、そうだよな。いつも好き勝手買い物してるからろくに貯金ないんだよな。そしたらお前はご祝儀でもらえばいいんだって言い出して、私には超便利な幼馴染がいるしって言ってた時の顔、最高に悪い顔でドン引きだったよ。え？前から彩香ちゃんのことを話すお前の顔が嫌だなって思ってたんだ。すごく醜い顔をしてるっていうか。でもまさか歴代の彼氏をみんな略奪してたとは。お前本当に人として最低だな。あんたが言ってんじゃないわよ。私がいながら他の女を好きになった最低男。お前もな。俺がいながら何人の男と浮気してたんだか。もうお互いに最低同士だってことで婚約破棄しちゃおうぜ。ちょっと待って、そこまですることないじゃない。私が本当に好きなのはゆうとさんだけなのに。悪いな、俺はもうお前のこと好きじゃない。それじゃあ正式な婚約破棄についてはまた今度話し合おう。とりあえず今後二度と彩香ちゃんにちょっかい出すな。いいな。早く責任取れ。慰謝料払いなさいよ。慰謝料って何の？婚約破棄のに決まってるでしょ。あんたのせいで私とユートさんとの結婚はなくなったんだから。でもね、ミカの親に全部話したら払わなくていいって言われたし。え？全部話したの？私にはその気はなくても彼が私に惚れたのは事実だし、変な誤解を生みたくないから私からも話した方がいいかなって思って。
というわけで、今までのあんたの略奪のこととかも全部話したから。あ、なんで勝手にそこまで話すのよ。話の流れ的に全部言った方が良さそうだったからさ。でもおかげでおじさんもおばさんも私のこと怒ってなかったよ。あなたは何も悪くない。あの子の自業自得だから気にしないで。むしろごめんね。って、嘘、両親が私の味方じゃないの。というわけで、私は慰謝料なんて払わないから。っていうかそんなこと言うなら、まずはミカが私慰謝料払ってよ。結婚前提で付き合ってた彼氏を奪ったんだから。それは、じゃあすぐに弁護士さんに相談して請求するから、お金の準備よろしくね。え、嘘でしょ、それ本気で言ってる？払いたくないならあんたも私みたいに私の両親を説得しなよ。ずっとオタクの娘の彼氏を奪ってきたから、ついに私も奪われました。許せないので慰謝料請求してもいいですかって。そんなこと言えるわけないじゃない。じゃあおとなしく私の請求受け入れてね。それじゃ。慰謝料を受け取ることができましたが、ミカは本当にお金がないらしく、金額はごくわずか。しかし、そこから私への慰謝料を支払ったせいで、所持金はほぼゼロに。その状態で、ご実家からも、この恥知らずがとっとと出ていけ！と追い出されてしまい、今は住み込み、寮のある小さい会社で働きながら、どうにか生活していると聞いています。そして私はというと、あれからユートさんとは、まずはお友達からということで交流を続けています。自分でも驚くぐらい話や趣味が合うので、彼と過ごす時間はとても楽しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。